アイテム番号 SCP-207JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-207JP は内部に発泡スチロールを詰め物品収容庫に保管します。1週間に一度点検を行いオブジェクトの発生がないか確認してください。オブジェクトの生成実験は SCP-207JP1 から2に限り許可されます。実験及び事故によって生成されたすべての SCP-207JP1 から5は D クラス職員により内容を確認し必要があれば電子記録を残した上で焼却します。説明 SCP-207JP は6段組の木製本棚です。同じ段に2冊以上の書籍紙媒体のものに限定されます。を収めた場合に、特異性が発現します。条件を満たして一定期間、数年から数日、が経過すると、下段に未知の書籍が1冊出現します。以下、SCP-207JP-1 と表記。SCP-207JP-1 の内容、記述形式、言語は、上段の書籍いずれか2冊の特徴を受け継いでおり、両者を融合させたものとなっています。なお上記の条件を満たしている限り、一定期間後に再び SCP-207JP-1 が出現することに留意してください。この際、生成される SCP-207JP-1 は前回と異なるものになります。以下に実験記録の一部を抜粋します。以下、上段、下段、オブジェクトの説明を列挙。ハムレット、と、マクベス、SCP-207JP-1。ハムレットとマクベス、魔女にそそのかされて王を暗殺した将軍マクベスに対して、ハムレット王子が復讐を果たす。正統派の悲劇戯曲、今度こそ失敗しないダイエット、と、ちょい肥満のすすめ。SCP-207JP-1。今度こそちょい肥満ダイエット、誤った減量法について書かれた内容、実践した、博士に 2kg の体重増加を確認、人の体、と、やっちゃお、スイーツ入門。SCP-207JP-1、人のやっちゃお、人体の調理法に関する記述、血液スムージー、肝臓ゼリー、右脳シャーベットなど、詳細な実験記録については、オブジェクト生成実験記録を参照してください。SCP-207JP-1 の発生した段に他の書籍、他の SCP-207JP-1 を含む、が収められていた場合、さらに下の段に新たな書籍、以下、SCP-207JP-2 と表記、が発生します。収容後、SCP-207JP-2 以降を生成する実験が行われました。実験記録1。以下、上段、下段、オブジェクトの説明を列挙。英和辞典、と、和英辞典、SCP-207JP-1、和は辞典、日本語の単語を日本語でわかりやすく説明している。和は辞典、と、国語辞典、SCP-207JP-2、和国辞典、日本語の単語を日本語でわかりやすく説明している。和国辞典、と、英和辞典、SCP-207JP-3、和英典国、日本語の単語を日本語でわかりやすく説明しようと試みる架空の国。イギリスに近似、の説明が一面に記述されている。和英典国、と、数独辞典、SCP-207JP-4、英独和国典、未知の国家の国典に関する詳細な説明。検査担当の D クラス職員が、独占的和合主義、と称する未知の思想に傾倒し、反逆したため解雇、オブジェクトは焼却。実験記録2。以下、上段、下段、オブジェクトの説明を列挙。白雪姫、と、
桃太郎 SCP-207JP 1桃雪姫、ママ母に殺害された少女が桃から転生し、犬、鳥、猿を率いてママ母を懲らしめる。白雪姫、と、桃太郎、SCP-207JP 1、白田姫、ママ母に疎まれた肥満体の少女が、桃に詰められ遺棄される。しかし親切な七人の老婆に拾われ、リンゴダイエットに成功する。桃雪姫、と、白田姫、SCP-207JP 2、姫桃白、七人のママ母に命を狙われた少女が森の動物、犬、鳥、猿、に助けられ、毒桃による残虐な復讐を遂げる。姫桃白、と、白雪姫、SCP-207JP 3、桃白次郎、49人呪うママ母に命を狙われた少女が、七人の子供に毒桃を与えて洗脳し武装蜂起させる。鬼族の三王子、犬鬼、鳥鬼、猿鬼、の助力により、ママ母たちを全滅させることに成功する。桃白次郎、と、白雪姫、SCP-207JP 4、しらじらひしらじらしらじらしらじら雪白目、頭部が毒リンゴに変異した七人の姫が、データ削除、検査担当の D クラス職員だった存在は、セキュリティ担当者によって終了されました。セキュリティ担当者3名が重傷。SCP-207JP 1及び2には特異性は見られませんが、それ以降は急激に変異を起こすようになります。SCP-207JP 3では約半数が特異性を持つようになり、SCP-207JP 4に達した時点で全てのオブジェクトが特異性を持つようになりました。このため SCP-207JP 5の生成は予測不可能な事態を招く可能性があります。ほい、このオブジェクトは、気候本のコレクターとしても知られる小説家、死の遺品から発見されました。死の死因にこのオブジェクトが関連していた可能性が高いため、財団は標準的カバーストーリーを実行しました。死の死因は猟奇的強盗殺人事件によるものとして、問題なく処理されました。以下、SCP-207JP 実験記録。SCP-207JP 1及び2には特異性が現れないため、実験は自由に行って構いません。生成したオブジェクトについては、必ず焼却処分してください。以下、上段、下段、オブジェクトの説明を列挙。暴漢から身を守る護身術、と、15少年漂流記 SCP-207JP 1、暴漢から身を守る漂流記、護身のための無人島引きこもり生活術。暴漢から身を守る護身術、と、15少年漂流記 SCP-207JP 1、50年から間、無人島生活50年を迎えた15人の元少年たちが、それぞれの人生と向き合い葛藤し、その意味を問う。SCP-207JP 1、暴漢から身を守る漂流記、と SCP-207JP 1、50年から間、SCP-207JP 2、漢か暴漢か、漂流50年、とある男性の半生のドキュメント。幼少時からの暴力と世間の義理人情をリアルタッチの筆致で書き出している。SCP-207JP 2、漢か暴漢か、漂流50年、と、暴漢から身を守る護身術、SCP-207JP 3、暴漢を55年からから、木、15人の暴漢が砂漠に放置され、夜ごと現れる謎の少年らに無残に殺されていく。物語は1年ごとに章が変わり、全55章、28章で暴漢のうち2名が砂漠から脱出した後も、少年らは執拗に襲撃を仕掛け母国、国名不詳、を混乱に巻き込んでいく。3枚のお札、と、
小太り G さん、SCP-207JP。1、3枚の G さん、紙のように薄い3人の翁が、山姥から逃げる途中で鬼の宴会に出くわし踊りを披露する。鬼は霊にと翁の体に息を吹き込み膨らませ、厚みを得た翁は山姥を倒すと餅に包んで食べてしまう。ホビットの冒険、と、へようこそと書かれた某有名テーマパークの地図付けパンフレット、ホビットのようこそ、ホビットの冒険。主人公の足取りを正確に記した作中大陸の詳細な地図。SCP-JP の報告書、と、取扱説明書、SCP-JP の取扱説明書、SCP-JP の詳細な説明と収容プロトコルを記載した小冊子。財団側で未知であった出生情報を含み、収容プロトコルにも斬新な視点によるより安全な収容方法が記載されている。SCP-JP の収容プロトコルの変更は検討中。簡単、卵料理集、と、金太郎、簡単、編集済み、料理太郎、データ削除済み、の調理方法が89通り書かれたレシピ本。20年10月21日付の新聞と桃太郎桃新聞一面記事に桃太郎が鬼退治に向かう旨が書かれ、4面記事に桃太郎出生に関する内容とおじいさんへのインタビュー記事、他の部分には各産地における桃の生産量や農家へのインタビュー等が書かれた農家向けの新聞。20年11月2日付の新聞と桃太郎、太郎新聞、一面に桃太郎が鬼退治に成功した旨の速報が載せられ、以降、様々な、太郎、についての特集記事が組まれた新聞。20年12月3日付の、新聞、と、桃太郎、太子新聞、一面に桃太郎が鬼退治で得た財産を用いて政治家になる旨を発表しており、以降様々なダイエット情報が載る新聞。20年6月18日付の新聞と桃太郎桃新聞一面に桃太郎が鬼退治での財産を不当略取したとして批判を受け、被害者の方々への謝罪と議員を辞める表明をする記事が載り、以降様々な風俗情報が載る新聞。もしも月がなかったらと民放総論 SCP-207JP-1、もしも民法がなかったら、表題の、民法が存在しない世界、他、アメリカや中国、編集済み、の民法が適用されていたらどうなるかが日本における民法の重要判例をベースにした事例を通して描かれている。解決ぞろり、と、東大落城、安田講堂工房72時間、SCP-207JP-1、解決ぞろり、東大落城、安田講堂事件の現場に入り込んだ。解決ぞろり、の主人公らが機動隊員と勘違いされそのまま安田講堂内へ突入する、という内容の児童書。絵はすべて、解決ぞろり、の作画担当者の絵柄を再現して描かれている。なお、白をはじめとした実在の事件関係者らはすべて犬や猫など動物を擬人化させたキャラクターで描かれているが、制服など衣装は当時のものを忠実に再現している。ジェーン海軍年間、2001年版、と、銀河英雄伝説、第10巻、SCP-207JP-1、銀河英雄海軍年間、第10巻、ジェーン海軍年間の定裁で、銀河英雄伝説、第10巻、に登場した軍艦のデータが記載された書物、銀河英雄伝説、第10巻には名前も出てこなかった軍艦も紹介されている。SCP-682 を殺し、かつもしこのクソトカゲが復活しようとも永久に殺してくれるとっても素敵な怪物の友達、と、201年現在の全国指名手配犯のリスト、SCP-207JP-1、指名手配犯を殺し、かつもしこのクソ野郎が復活しようとも永久に殺してくれるとっても素敵な怪物の友達 SCP-682 を殺し、略、
怪物の友達の主人公である怪物が201年現在指名手配されている被疑者を一方的に殺戮する内容の小説。一部の指名手配犯は殺害されても復活するが、すぐに怪物に再度殺害される。内容を確認した職員曰く、見るに耐えない。いろいろな意味でひどい内容、とのこと。銀河英雄伝説、第1巻、と、怪人二重面相、SCP-207JP、1、銀河怪人伝説21面相、怪人二重面相、に登場する怪盗が、銀河英雄伝説、の世界観で盗みを働く内容の小説。作中では万歴赤江、銀河帝国軍元帥杖などが被害に遭っている。またヤン、ウェンリー提督機下の将兵に、明智少佐、小林伍長、中村憲兵大尉、なる人物が追加されている。刑法判例集、と、銀河英雄伝説、第2巻、SCP-207JP、1、銀河判例伝説集、第2巻、銀河英雄伝説、第2巻の登場人物を被告とした刑事裁判記録が判例集の体裁で記載されている。適用されている刑法はいずれも、刑法判例集が出版された20年の日本国のそれである。判例の中にはブラウンシュバイク公爵やエベンス大佐など、銀河英雄伝説、第2巻、劇中で裁判等にかけられることなく死亡した登場人物を被告とした判例も含まれているのが確認されている。ポケットモンスター、ルビー、サファイアの攻略本と変な生き物 SCP-207JP、1、ポケット生き物、変な生き物の体裁でポケットモンスター、ルビー、サファイアに登場するポケモンが紹介された書籍。データは当該攻略本に記載されているデータに基づいたものとなっているが、ポケモンのイラストは実在の動物を参考にしたと思われる。変な生き物、中のイラストと酷似した絵柄で描かれている。アプトン・シンクレア著、ジャングル、と、金田一蓮十郎著、ジャングルはいつも晴れの地遇。巻、ジャングルはいつも晴れの地遇、ライトノベル形式で書かれた小説。場所が特定できない南米のジャングルの精肉工場で働くリトアニア人を描いた作品。主人公が社会主義者になる結末は変わらないが、後者のギャグと同様の不可解な状況に陥るシュールレアリズム小説の体裁をとっている。映画、マグノリアの日本語訳の台本、と、車輪の国、ひまわりの少女、漫画版、車輪の国、マグノリアの少女、絵コンテ付きの台本。ロサンゼルスと日本を混ぜ合わせたような都市を舞台にマグノリアの主人公9人と車輪の国、ひまわりの少女の4人合わせて13人の群衆劇であるが、すべての人物は最終的に車輪の国のキャラクターで、劇中では消防士である宝月畑真により射殺される。ジョン、クレランド著、カニーヒル、と、チャールズ、フィッシュマン著、ウォルマートに飲み込まれる世界、ハニーヒルに飲み込まれる世界、ビジネス書の体裁を取り、ハニーヒルと名乗る女性がいかにして世界中の資産家や権力者を支配してるかを分析してる。本の中ではハニーヒルは、1918年、サム、ウォルトンの誕生年、に生まれ以後2007年現在も20代の姿を取る女性、として説明している。セノーカッパ著、カッパが覗いたドイツ、と、車輪の国、ひまわりの少女、カッパが覗いた車輪、著者であるセノーカッパが古今東西の車輪をイラストと共に紹介するが、文末には関係者や車輪が宝月正臣により銃撃されたことを記している。ビートマニア 2DX、サウンドトラックのライナーノーツ、と、車輪の国、ひまわりの少女、車輪マニア 2DX、ひまわりトラック、サウンドトラックに収録された曲の宝月正臣氏によるコメントと、その曲の作曲者がどのような理由で射殺したかが書かれている。車の牛乳パック、と、車輪の国、
ひまわりの少女、車輪の、車、3.8 牛乳、大月正臣が牛を射殺するイラストが描かれている。完全自殺マニュアル、と、SCP-682 の報告書、SCP-207JP、1、SCP-682 完全自殺マニュアル、不可能、と最初のページに書かれている意外博士。B、178826の裁判記録、と、女殺せゆ地獄、SCP-207JP、1、女殺せゆ地獄裁判記録、河内屋与平が手島屋お吉を殺害したことについての裁判記録である。刑法や裁判官などの役職は江戸時代の法のそれになっている。与平が奉行により死罪を申し付けられた場面で終わる。ラブクラフト全集3巻、と、博士の日記、SCP-207JP、1、研究室にて宇宙的恐怖について書かれた長編。内容は、ラブクラフト全集3巻に収録されていた複数の短中編を継ぎはぎにしたもののように思える。また、前編を通じて一人称であり、とある研究者の日誌という形式をとっている。フルトレーザーが出る剣、と、侵略少女、キャトル&ミュー、SCP-207JP、1、フルト少女が出る。キャ、ライトノベル形式で書かれた3ページの小説。ある日唐突に腕を振ると少女がどこからともなく現れる能力を得た少年のストーリー。いかにも続きがありそうな終わり方をする。最勇気、と、三国志演技、SCP-207JP、1、3、ストーリー自体は、最勇気、を踏襲したものだが、元、と共に旅をする3人が、三国志演技の劉備、曹操、孫権に置き換わっている物語の最後で、三人は元の時代に帰っていく。三国志演技と、水滸伝、SCP-207JP、1、三国、よし、五冠末の腐敗した宦官政権を打ち倒すべく、三国志の英傑たちが本来の所属勢力に関係なく次々と黄巾党に参加し、官軍と激戦を繰り広げる。最勇気、と、水滸伝、SCP-207JP、1、水、梁山泊に集まった108人の高官たちが中国の腐敗政治に見切りをつけ、新天地、天竺へ向けてなぜか回路で旅立つ。最勇気、と、金平梅、SCP-207JP、1、金、元、来一行が西張女人国を訪れた際に、編集済み、このオブジェクトの21歳未満の職員の閲覧を禁止します。三国志演技、と、金平梅、SCP-207JP、1、三国梅、三国志演技、に登場する。曹操と梅林のエピソードに焦点を当て克明かつドラマティックに描いた長編心理劇。星新一ショートショート戦一、と、漫画日本の歴史、第5巻、SCP-207JP、1、漫画日本の歴史、第1001巻、西暦、年から、年までの日本列島の変遷を漫画で解説した本、一切の人物、生物は登場しない。奥付け、出版社は、編集済み、3、編集済み、社となっている。とんでも本の世界、と、ユダヤがわかると世界が見えてくる。SCP-207JP、1、ユダヤがわかるととんでも本の世界が見えてくる。とんでも本の世界、に登場する本、人物を、ユダヤ民族やフリーメイソンリー、イルミナテ等の陰謀だとして否定的に紹介する。一部では、ユダヤ陰謀論本をユダヤの陰謀として紹介していた。カードキャプター桜、第1巻、と、麻薬中毒者の手記、SCP-207JP、1、カードキャプター桜中毒者の手記、カードキャプター桜、によって人生が壊れたと称する作者が、いかにしてそれから立ち直ったかを記す。アルジャーノンに花束を、と、SCP-207JP。
JP の報告書 SCP-207JP1 SCP JP に花束を SCP という未知の SCP で財団によって現実改変能力を強制的に挙げられた SCP JP という元 D クラス職員の経過観察記録2000年月日から現実改変の自主的な低下が見られる。六方全書と削除済み。博士が購入した成人向け同人誌 SCP-207JP1 六方全書同人誌に登場した男女が登場し、各方を図示している。特記すべきこととして、そのページ数は数十ページほどしかなかったが、重量は 4kg ほどあった。